Yeah!
生の娘ちゃんと、ともみ先生の娘ちゃんと同級生で、なんと、なんと26歳です。お兄ちゃんは17歳の高校2年生です、はい、そしてね、そして私は有田町で生まれて育ちましたが、上のね、有田小学校出身で、ね、有田中学校出身なので、とっても有田が大好きです。で、有田でずっと音楽が大好きで、ちっちゃい時からみんなぐらいの時からずっとピアノをしたり、歌は大人になってからですけど、音楽が好きだったので、そうそうそう、ずっとやり、みんなも好きなことありますか？はい、言える人、好きなことを言える人、はい、はい、あっちか、はい、絵を描くことです。うわー、すごい、みんな恥ずかしい、はい、暇つぶし、例えばどんな暇つぶしますか？教えて、どんな暇つぶしが、おすげえ、のんびり、素晴らしい、はい、はい、スイッチ、はい、興味のあることを一生懸命調べることです。うわー、すごい、調べること、すごい、はい、あ、ごめんね、先に行こう。好きなことはバスケ、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 はい、はい、はい、水泳、水泳、それで1日生まれの人、はい、おすげえ、10日生まれの人、俺全部1、すごい、全部1、すげえ、11月1日、うわ、そうなんだ、すげえ、じゃあ1、1日生まれ、1日生まれ、10日生まれ、10日生まれは10日生まれってさ、1たす0で1になるよ、11日生まれ、ね、で19日生まれ、1たす9で10になるよ、次で10になって1だ、わからない、まだ意味のわからんとは、意味のわからんって、大丈夫大丈夫、1と0、1たす0は100、1たす0は0、1たす0は1ね、そう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 、
1たす0は1だから1になるね。次は、28日生まれ。2たす8死にます。2たす8死は1の位と10の位を1足す0したら最後1になりませんっていう考えなくていいよ。あんま考えなくていいよ。っていうふうに計算していった時に今言った1の人ってね、早く行くよ早く行くよ。頭があるのね。1の人の特徴は勇気決断力のあるリーダーさんです。拍手。リーダーの人は1生まれ18日生まれ20日生まれ29日生まれの人は2になるね。2の人は調和統合のサポーターさんです。3の人3日生まれ12日生まれ21日生まれ30日生まれ下でも30日ね。何日30日一緒じゃん。3人は純粋好奇心の湧くがる子供さんです。家族みたいに楽しむのが楽しい。4日生まれ13日生まれ22日生まれ31日生まれの人4ね4になる4の人は誠実って分かるんですか。誠実ってきちんとした誠実堅実っていうかね、きちんとできるいい人さんです。何日生まれ5日生まれ14日生まれ23日生まれの人は5になるね。5の人は自由変化の自由人さんです。自由な心、ね、エンターテイナーこうなんかみんなを楽しませることができる人。6日生まれ15日生まれ24日生まれの人は最初の2つ組み合わせて15だね。愛情信頼でこう得意な先生さんです。教えるのが得意です。愛情お腹の中にさ赤ちゃんがこう入ってるのがこう赤ちゃんがこう入ってるから6の数字っていうのは愛情の数字って言われる。6の数字、7日生まれ妹は11、7日生まれ16日生まれキョンキョンも16、3月16です16組うわすげえ。16日25日生まれの人は他者7ね。7の人は専門家探求心の職人さんです。職人8日生まれ17日生まれ、26日生まれの人ゆかり先生も8日生まれです。8の人は豊かさパワーのファイターさんです。最後の9日生まれ18日生まれ27日生まれの人は平和賢さの賢者さんです。みんなの平和を、全体の調和を取り戻してくれる人。この話はね、みんなそれぞれ違った能力を持ってるので、それぞれみんなねいいとこがあるのをお互いにこう讃え合う、褒めてね、褒め合う、素晴らしいねとかね、すごいねって言ってね、いいところどんどん出していったらいいよね。そんな話を聞いてくれてありがとう。誕生日のお話でした。もしかして8月の誕生日の人いますか。8月30日の人いますか。弟は1月30日ね。1月30日で僕は何で8月6日誕生日。みんなちょっと立って。じゃあ8月生まれの人に。今日弟の誕生日だ。ハッピーバースデー。
弟くん、ハッピーバースデーディア弟くん、1月30日がお兄ちゃん、ハッピーバースデー弟くん。それではお名前言ってポッキーくん、ポッキーくん、ポッキーくんの8月6日ハッピーバースデーポッキーくん、ハッピーバースデーポッキーくん、そしたらね、みんな必ずね、1年以内に誕生日が来るから、みんなに誕生日を歌います。ワン、ツー、スリー、ハッピーバースデーみんな、ハッピーバースデーみんな、ハッピーバースデーやみんな、ハッピーバースデーみんな、じゃん、ありがとう。ちょっと人形をちょっとだけしたいと思います。はい、スタンド、みんなスタンド、はい、スタンド、ピッチスタンド、はい、キョンキョン、あれ言って、皆さん、じゃあ皆さん、体を一緒に動かしますよ。真似してね、みーなーさんって言ったら、なんですかって言ってください。Thank you.
できますよ。はい、こんなこと、こんなことできますよ。やったはい、すみません、ゲームですね。次はよろしいでしょうか。ありがとうございます。ワン、ツー、スリー、フォー。みなさん、はい、なんですか。はい、こんなことこんなことできますよ。はい、こんなことこんなことできますよ。やったー、やったー。山口さんがやってきますね。大谷が来ますね。ここの準備よろしいでしょうか。はい、ワン、ツー、スリー、はい、みなさん、はい、なんですか。はい、こんなこと、こんなこと、できますか。はい、そしたら大谷さんお願いします。プロですから、もう経験者ですから。昨日もしたのでね、昨日大山小学校でやってきた。そうそう、いきまーす。ワン、ツー、スリー、フォー。みなさん、はい、なんですか。はい、こんなこと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 、できますよ。ありがとう。ピョンピョンにも最後やってもらおうかな。はい、皆さんラスト、ラストいきまーす。ピョンピョンが難しいのやると思う。難しいの、よく見ててよ、よく見ててよ。難しいのいくよ。ワン、ツー、スリー、フォー。みなさん、はい、なんですか。はい、こんなこと、こんなことできますよ。こんなこと、こんなことできますよ。ありがとう。今さ、最後にさ、ぴょんぴょんがさ、できますよって、これ何の形に見える？すごい。ハートだったね。ハート。ハート。ハート好きな人。うわ、いいね。ハートってさ、愛情みたいな、愛情よ。愛情ってさ、今からね、愛することっていう歌を歌うんだけど、愛情ってどんなことっていうかさ、優しいことね。優しいことわかるよ。優しいことわかる人。さっきさ、お誕生日聞いたらさ、弟とかお家の人の誕生日を教えてくれたもんね。それ優しいね。いいよいいよ。はいはい。6月何日？ねえ、6月6日。弟とか可愛いでしょ。みんな兄弟思いだね。兄弟の誕生日を教えてくれて。赤ちゃんとか見るときどう思う？赤ちゃん。おるよ。赤ちゃんとか、かわいい動物さんとか。その優しい気持ちを、愛情って優しい気持ちでさ、歌を歌った後に、ちょっとだけね、お話も、人類生命学っていうお話もするんだけど、それもあの歌を聴いてからちょっとだけ休憩しながら聴いてください。じゃあ今からちょっと、スタちゃんが歌詞を書いて、歌詞を書いて、で私の曲を作った、初めて2人で作った大切なお歌があるので、それを皆さんに曲届けたいと思います。愛することっていう歌です。で、繰り返し愛すること、愛することっていうね、いっぱい出てくるから、そう、覚えたら一緒にぜひ歌ってみてね。そうそう、歌いたら歌ってね。こと、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 
愛すること、愛すること、ずっとやってみたかったけどできてなかったこと、愛する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 こと、これをやりたくて僕は生まれてきたことに気づいた、愛すること、愛すること、ありがとうございます。
そうよね。いいよ。いいよ。なんかお空とかね。はい、じゃあ今からちょっとだけ心のね、ひさちゃんの今日は心の休息サロンっていうお仕事をしてまして、はい、心に優しいことお話をしたり歌を届けたりしています。じゃあ今からちょっとね、シャール先生に登場してもらって、はい、心のお話をちょっと聞かせてもらいます。はい、皆さん、ヒシャール先生って呼んでみてくださいね。はい、いくよ、せーの、ヒシャール。はーい。ヒシャール。ヒシャール先生です。ヒシャール先生。今日ね、ほら、これね、今から話すのは人類生命学っていうのを話すんだけど、算数とかさ、国語とか社会とかいろいろあるけど、人類生命学っていう学問で、今日初めて聞くと思います。なぜかというと、初めて話すからです。ね、小学校みんなに少しでも見えないというか心の優しさが届けばいいなということで、ちょっとだけ入り口を話します。これは子供だからとか大人だからとか関係なくて、人間みんなに必要な話ね。人間の心って2つあるんだって。2つあるんだって。ここに書いてある、愛が基盤の気づいている心っていうのと、恐れが基盤の考える心っていうのがあるんだって。でこれはね、アメリカ の心のお医者さんの精神科医のデビッド・アール・ホーキンズさんという方がいらっしゃって、その方が本を書いててね、その中に書いてある内容、ね、心のことをね、その方はもう2012年亡くなられてるんだけど、そしたら簡単に言うと、人間ってその恐れが基盤の考える心っていって、生まれる時にさ、みんな動物じゃない、人間の動物じゃない、脳みそ持ってる人、はい、みんな脳みそ持ってるよね。大人の子供みんな脳みそ持ってね、生まれてくるよ、ね、脳みそ持って生まれてくるわけで、脳みそがちょっとこう傷ついたりしたら、ほら言葉が喋れなくなったりとか、大事なのね。そしたらその脳みその中にみんな平等によ動物脳っていうのがちょっとだけあって、その動物脳っていうのがね、実はほら怖い時怖いでしょ、そのほらなんていうかな、災害ってわかるかな、その地震が起きたりとかさ、なんかさ、ドキドキってしたりするのは防衛本能っていうのが人間にあって、自分の身を守ろうとするわけ、みんな。そしたらさ、自分の身を守ろうとするがゆえに、友達にえいってすることとかあったりすることある、ちょっと喧嘩してしまうある、正直あるよね、あるよね、攻撃しちゃうことあるよね、あるよね。それは何でかというと、これね、ちょっとだけ知っとってほしいこと、それはね、人間の中の防衛本能という動物脳というのが、自分を守るために、それでえいってするんだけど、それは大人も子供も一緒ね。ちさちゃんも大人になったから亡くなったわけじゃなくて、今も持ってるんだけど、大人になってもそれを分かっとけば、自分がえいってしたくなるときに、こっち側の愛が基盤の気づいている心っていうのをみんな持ってるっていうのを知っとってほしいよね。優しい心みんな持ってるよ、全員ある、そう、みんな持ってて、その意識なんだけど、意識ってわかるから、そこを自分が思うかどうかっていうのは自分なんだけど、その動物脳っていうのは大人になったらね、わかるけど、中学生とかさ、高校生とかになっていくと、自分の周りがこう気になっていったりするわけ、ちょっと。そしたらね、人と比べたりね、悩んだりするんよ、大人になっていくにつれて。でその時に、下ちゃんも自分がおかしいのかなと思ったこととかがたくさんあって、そんな時にみんなが、岸原先生が、そんなことはなんか動物脳が立つ心があるから動物脳があるからやってるんだよっていうのをちょっと知っとってもらったら、みんな自分のことをね、そんなおかしいと思わなくていいよっていう話、今こっちの心の自分になってしまったのかなって思って、優しい心をみんな持ってるっていうのを、自分をちょっとね、っとってねって休ませてあげたり、ね、今こっちで腹を怒っちゃったんだなーって、そうだから友達と喧嘩してしまっても後からごめんねって言ったら素晴らしいこと、こっちの心にやっちゃってたなーって、そうそして男の子は、男の子手を挙げてね、
男の子手を挙げた。男の子は女の子に優しく。女の子手を挙げて。女の子は男の子に優しくね。で どっちにでも優しく。意味のわからん。意味わからなくていい。でそういうみんなに優しくする。あの先生たちにも優しくする。お父さんとお母さんにも優しくできたら、大人の人も疲れてしまった時はこっちの心になってしまうこともあるんですよね。そうっていうことを、あんまりこんな話の授業ってないと思うから今やってるんだけど、そういうことが、できればいいなと思うのをこうやって聞いてくれて、どうもありがとうございます。上手ね、言い方上手。抜けてきたところ、はい。そしたらね、今から一曲歌を歌いたいんですけど、今から歌う歌は、命の重さっていう歌で、2001年にその時にみんなと同じ小学生だった男の子が歌詞を書いてありました。でそれに、曲をつけられた大切な歌なんですが、命の大切さをね、しっかりといい歌詞で書いてくれて、分かりやすい歌詞で書いてくれたので、小学生が書いた歌です。それをね、365歩のマーチって知ってる？幸せは歩いてこないんだから、歩いて行くんだね。でね、歌をの作詞をした人が、詞を書いた人が、山口県の星野哲郎さんっていう人で、その星野哲郎さんの、はい、の事務所で、一ノ瀬健さんっていう作曲家の方がいらっしゃって、で、そのさっきのね、命の重さの作詞をしたのは小学生だった萩原龍太君っていう男の子なんですけど、その詩がとても素晴らしかったので、そうそう、みんなと同じぐらいの年の子が書いた作詞ね。なのでストレートに星野哲郎先生が、わこの詩が素晴らしいから、ぜひ一ノ瀬健さん曲をつけてあげて歌にしてくださいって言われて生まれた歌だそうです。でそれをキサキョンでも、ぜひみんなに歌って聴かせてくださいって、言っていただいたので、その素敵な歌を今から歌いたいと思います。はい、命の重さっていう歌を聴いてください。私の命もあなたの命も、赤ん坊の命もお年寄りの命も、日本人の命も世界中の人々の命も、大統領の命もホームレスの命も、みんな重さは変わらない、大切な地球の
優しい、今ね、今真剣に聞いてくれてたから、心の中に今ジーンって来てくれてるお友達もたくさんいて、はい、あの言わないけどジーンって来てくれてる人もいたり、涙が溢れてるお友達も、ね、あのいるんだけど、すごい素晴らしいところで聞いてくれてありがとうございます。そうよ、あのその気持ち大切にしとねっていう、ね、ありがとうね。それでその星野哲夫さんが同じ時期に2002年に、池のほとりの散歩道っていう歌を作ってて、でその歌を、もう歌わせていただけることになって、今から歌うのちょっとね、練習、棚田わかる？西有田になる。棚田の、ね、イメージで作られてるんですよね。棚田ってお米が作る段々畑ってわかる、ね、あるよね。行ったことありますね。行ったことある人。あるね。有田町はそういう素晴らしい風景がいっぱい残っていて、その風景のような歌詞がいっぱいあります。はい、で、あの歌ったらあのぜひみんな真似して、ね、あの一緒に続けて歌ってもらいたいんですけど、最後のね、サビのところがね、こんな歌で。池のほとりの散歩道、はい、一緒に、はい、池のほとりの散歩道、もう一回行くよ、もう一回行くよ、池のほとりの散歩道、声が綺麗だよね。いいね。じゃあぜひそこは一緒に、あの3番の最後はそれです。で、歌の始まりのところもあの真似っこして、ね、言った通りに真似っこして歌いやすい歌なので、うん、なのでぜひね、一緒に歌ってみてください。池のほとりの散歩道です。できるよ。はい、すみれすみれたんぽぽたんぽぽてんげそうきっきょうきっきょうカリカヤマンジュシャケお皿心に染みついた眠る季節の花の香りに香りつく香りつく里を包む最初の歌は、はい、池のほとりの散歩に住んでいらっしゃる伊豆がてるちゃんっていう方がいらっしゃる。85歳です。
セリちゃん85歳でも今もみんなにいいことを届ける活動をね、一生懸命続けてらっしゃって、アフリカにね、ルワンダっていう国があって、あ、知ってる、すごいね、ルワンダ、ルワンダ語でね、平和ってね、アマホロって言うんだって。アマホロって言ってみて、せーの、アマホロ、アマホロ、平和っていう意味だそう。でね、その平和を祈ってね、てるちゃんがこれを絵本を作ったんです。世界中にプレゼントしてあげて、そうそうそう、それをね、日本のね、佐賀県の子供たちにもぜひ届けてねって頼まれたんです。そう、それをこうやって2冊ずつね、セットでね、今日プレゼントするので、時間があったら見てください。皆さんで見てください。家に持って帰ったら貸し出し、貸し出しができたらいいね。先生と相談してください。あくびをしている人が目を覚ますように、ちょっとびっくりするのだろうかな。人が目を覚ます。なんか風も吹いてないのになびいてるマフラーをしてたね。をしている人が、これは何かね。今度さちゃん見て、今度ね、さちゃんさっきシャール先生に変身したろ。今度はね、ガバライダーセロトニンっていうのに。ちょっと待って、できてなかったけど、あ、ちょっと備えてもらえた。じゃあ、みんなさ、仮面ライダーしてる、あ、持っとるよ。じゃあさ、佐賀弁でガバイって知ってる、持ってるよね。じゃあ、今からガバライダーセロトニンっていうのにさちゃんが入ってるんだけど、ガバライダーはルービックキューブでこの地球を守るためにやってきて、これできるよ。ちょっと待って、これちょっと作ってたから、ちょっと整え、作るね、ちょっと待ってね、はい、これ飲んで、数えて、さちゃんが何秒で作れるか数えてね、さ、
昨日さ、大山小学校でさ、息をすることみたいに言われたんやけど、多分ね、好きなことずーっとやり続けたら息をするようにできるようになるんだ。そうそうそう、みんな最初歩けなかったけど今歩けるでしょ。そうそうそう、そのぐらいにしとって自分の好きなことをずーっとやり続けるとできる能力があって、あ、ぴょんぴょんもちなみにルービックキューブ最初全く興味がなくて、あ、できないと思ってさちゃんが上手だからってお任せしてたら、ある時ちょっとやってみようかなって少し思ってね、やり方がわからないとできなかったけど、やり方をちょっと教えてもらったら楽しさが分かって練習したら上手になりました。やりたいわ。ちょっと基本だけ、基本だけね。ちょっとだけ基本よ。ちょっとだけ基本。あのね、右ってさ、ライトだから R。わかる？R R。左がレフトって言ってる。レフト。あ、野球とかの。で、ルービックにはさ、R とか L とかさ、こう出てくるわけ。そしたらさ、R っていうのは時計回りって覚えとって？あ、ごめん。あのダッシュがつくのとつかないのがあって、R と R ダッシュっていうのがあって、つくがつかないのは時計回り、ダッシュは反時計回り、反対、あのね、R はこっち回り。今時計回りしたでしょ？時計回り、R ダッシュがこうね。で、R、R ダッシュ、R、R ダッシュね。そうで、U、上はアップって言って、U、U ダッシュ、U、U ダッシュって言って、で、あの鉄砲を撃つときって、これトリガーっていうね。トリガー、そうバンバンバン、引き金、それでこれがね、こうするのが右トリガー、右で回すの右トリガー、右トリガー、左で回すの左トリガーね、でとあって、これを基本形がね、1,2,3,4があって、 R、U、R ダッシュ、U ダッシュ、これが一つのパターンで、これを6回繰り返すと元に戻る。1,2,3,4 で元に戻る。仕組みがあるんですね。これ仕組みがあるだけ。もう一回いくよ。1,2,3,4 で元に戻る。っていうのは仕組みを覚えたらできる話で、なんでもガチャガチャガチャってしてもならない。そう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 、 YouTube でね、小学生でもできるルービックキューブって出してる人がいて、興味がある人はボー太郎さんやから、ルービックキューブボー太郎っつって、知らないよ、人たちは知らない人だけど、そうやってなんかルービックキューブを広めてる、そうそうそう、人がいて楽しく遊べるから、みんなね、あの興味があったら遊んだら、ゲームよりなんかの方がいいかもしれない。そう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 、これね、メルカリとかでね、それお母さんと相談して、そうそう、お母さんと相談してよ。メルカリとかで買えば安く買える、ちょっと安く買える、ちょっとお買い得、ワンコインぐらい、500円ぐらい買える、あんまりね、高いのじゃなくて、そうそう、高いのじゃなくていいから、そうそうそう、で、何でもね、何でも好きなことを練習したら、そうそうそう、練習したらできるよっていう話、そこで、こうそんなことをやってたら、ガバライダーセロトニンっていかがですか。はい、はい、じゃあガバライダーセロトニンのテーマソングあるので、はい、皆さんにも聞いてもらいたいと思います、はい、それね、みんなで一緒に乾杯ライダーセロトニンって掛け声するとこがあるので、ちょっと早口だけどちょっとノリノリで練習してみます。乾杯ライダーセロトニン、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 せやかろう、ゆっくり言ってみる、乾杯ライダーセロトニン、ガバライダーセロトニン、はい、ガバライダーセロトニン、はい、ガバライダーセロトニン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 、これともう一個、もう一個意味のわからない言葉が出てくるかもしれないから、説明しておく。そうそうそう、ベルデルテ、ベルデルテ、ベルデルテっていうのはね、愛を出すってこと、あの、ね、愛してるよっていうのがベルデルテでね、愛されてるわっていうのがディアモー、受け取る、ね、受け取るの、すごいね、練習行くよ、じゃあベルデルテって言う、送るからディアモーって取ってね、いや全力で行くよ、せーの、ベルデルテ、送ってもらっていいですか？せーの、ベルデルテ。
ピアノ。じゃあいつもお世話になってる先生に、先生方にベルデンが送ります。前向いて。そちら先生に送ってくれよ。いくよ。せーの。ベルデンが送って。そしたら先生から入ってきます。先生から送ってもらうからね。いくよ、せーの、ベルデルテピアノ。ありがとう。そしたら、カバランダーセロトニックの歌を聴いてください。ピクションは中間が You in the master カバーライダーセラトニー。誰かと誰かと誰かのことを助けるためにやってきた。ルールルールを使ってこの地に降りてきた。カバーライダーセラトニー。若くなって自分自身ベルデルテベルデルテピアノ、みんなあなたを応援してるよ。カバーライダーセラトニー。フィクションでもあるよ、フィクションでもある、フィクションは中間だ。さあ、まずカバーライダーセラトニー。わかりません、自分自身ベルデルテベルデルテピアノ、みんなあなたを応援してる。カバーライダーセラトニー。優しい違いがもともとあること、本当はいつも共にあること、ヘイヘイマンデラエレクト。カバーライダーセラトニー。誰かと誰かと誰かのことを助けるためにやってきた。ルールルールを使ってこの星に降りてきた。カバーライダーセロトニー。もう一回、もう一回、もう一回。はい、誰かと誰かと誰かのことを助けるためにやってきた。ルールルールを使ってこの星に降りてきた。カバーライダーセロトニー。また来週。呼んでください。 ありがとう。すごいね。昨日もさ、みんなのお名前を、みんなのお名前を聞いたいの、下の名前をね。下のお名前だけでいいので。下の名前だけでいいので教えて。僕は下ちゃんです。下の名です。はい。下の名前。私は今日。仁之助くん。はい、仁之助くん。はい。たくみくん。はい。なにちゃん。スバル。
スバル君Thank you.
第3章で締めたいと思います。いきます。感謝、ありがとう、幸せの連鎖、せーの、感謝。今日はいつもよりも多めに回しております。あら、みんなにもくもく楽しいことありますよね。カドヤンタツーをね、ズレーター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 そのまま、そのまま最後いいね、いいね、いいね。手拍子できる、手拍子、手拍子、ポンパンパンパン、はい、パン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 。大黒様の先生が一位たわらふんまいて、みんなにっこり笑って、なんで酒を作って、よっち世の中へように、つつついつものごとくに、ぶつぶつの国際に真夏なりごとないように、やっやしくを広げて、おとつ心で寺を出て、そうでとっくに収めた GAA の家。まだあるよ。東大東西花の御礼申し上げます。この中部小学校の蔵には米が何升あるか、千升も万升もある、五万千両百万両、この中部小学校の蔵には米が積み上げ積み上げでございます。イエ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 イ。中部小学校半女性半女性半女性、みんなも一緒に繁盛せー。今が元気で育てますよ。ありがとう。ただ君を
Thank you.
本当。私もあるよ。シートランド東京スカイツリー。行った。